今守備を終えてここから走塁に行く模様です。そこには外野守備走塁コーチの鈴木孝弘コーチがいます。いろいろなトレーニング方法で選手たちを指導している鈴木孝弘コーチ、お話聞いてみたいですよね。昨日は風船を口に加えてその呼吸で動作が変わると、そこを意識させるために風船でのトレーニング、そしてメディシンボールを使って横に投げてそのスタートをする時の体の動き、それをね感じてもらいたいというのがあったり、オリジナルの練習メニューで選手たちの意識づけをしている高弘コーチです。その思いつきといいますか、そういったところもぜひね、話聞いてみたいですね。今これから走塁始めますので、グラウンドの整備細かくね、少し大きくなっている土なんかを砕きながら鳴らしていきます。これは亀井ですね。さあ準備が整ってここから走塁の練習。先ほどは一人の選手がベースから3メートルぐらい離れて右手を出した時には右側で反転して避ける、左手で出すと左側で、あ、これボール持ってますね。また今回はちょっと違う練習方法かもしれません。その選手たちに合った練習方法をしていきます。あ、ビアノエバも一緒に走塁する模様です。スピードがある丸、何か笑顔ですね。これはボールを投げて見えたらスタートを切るんでしょうかね。さあ、お、背番号33ビアノエバ走った。塁間を走り切るのではなくて5メーターぐらいをダッシュしている感じです。これはボールがつく前に、まあ、ボールが見えたところでスタートを切るんでしょうね。その判断力、瞬発力です。あ、この下から、あ、そういうのもあるんだ。上からと意識させながら足の間は、でも今高弘コーチグーッとやってましたから丸の反応は良かったんでしょうね。あ、そういう練習の仕方なんですね。ボールが見えた時でスタート、今の良かったと。ナイスプレーと。お、ビアノエバーどうだったんでしょうか。さあ下から来ると思いきや今度は上から。さっきのビアヌエバ丸もそうですが、下から行ってると思って下に意識があるとスタートが遅れるわけですね。そういったところ少し変えながら今度はまた変える。高弘コーチ、おっと目の前に、おっとおっと動こうとして止まった、うーって言いながら走りましたが、何を見せたの、何かあるんでしょうね。ボールを見せて走るわけではないんですね多分。今このボールのところに多分ジャイアンツっていうマークが入ってるんですが、そのマークが見えたら走る、マークが見えない状態だったら走ってはいけないだと思います。今右手で少しくるくるボール回してますよね高弘コーチ。見えて、ほら今白かったんでなかったです。次来るか、まだ行かない、戻る。そしてどうだ、3回目見えた。今のはどうだったんでしょうか。亀井の中では戻るという意識が強かったかもしれないですね。今度はまた変えます。さあ今これはスタートの切るタイミングがちょっとわからないです。え、今何をしているんでしょうか。ただこの本当にこう今日今年のこのキャンプで見ると笑顔を見せながら声を出して練習をしている姿、そして多岐にわたって練習メニューがあるんですが、その中でもとても楽しんでいるというところですね。
身の気をかけてください。重信慎之介選手。